どうもありがとうございます。今日はここに来られてとても嬉しく思います、今日皆さん今ご覧になったのは、一種のコミュニケーションです。ジャズを通してのコミュニケーションです。これはリハーサルでやったわけじゃないんですよ。ではジャズデモクラシーとは何でしょう。それについてお話ししましょう。私はギリシャ人で、ジャズ奏者だから、まあ、そういう話をしたいと思うわけですけれども、デモクラシーというのは、いろんな言葉がありまして、政治でも使われますけれども、あるいはエネルギーでも使えますけれども、音楽でもそうですけど、コスモスの話をするときも、まあ、いろんな言葉がありますよね。でそれが全て語源はギリシャ語なんです。でそのギリシャ語の話をしてもいいんですけども、ちょっと時間がないんでね今日。まあ、ただ一つ言わせていただきたいのは、ギリシャ人というのは、そのこの言葉の真の意味を忘れているんですね今。そしてジャズを通して、このジャズというコミュニケーションを通して再び思い出すことができるのではないかと思うんです。デモクラシーというのはもうちょっと抗議の意味で使っているんですけれども、ジャズではどうするかというと、お互いに耳を傾けてコミュニケーションを取るんです。そしてお互いにアイデアを提供し合うわけです。これはライブでやることで毎回毎回違う産物ができるのですね。とある時、私はこれ最近の話なんですけれども、ジャムセッションをやったんですが、オーディエンスの中に政治家がいたんですね。で、まあ、ジャズをしょっちゅう聞きに来る人たちではないと思うんですけれども、その後で、すごく楽しい夜だったので、大勢の人にステージに来てもらってジャムセッションをやったわけですけれども、その後に彼らがやってきて、政治家である我々がこのようにしてコミュニケーションを取れたらいいのにね、なんて言ってきたんですよね。そういう理想を目の前にしたわけです彼らが。まあ、今日はテクニカルな話は しませんけれども、そうすると時間が使ってしまうのでね。なので今日は1+1+1というテーマについてお話ししたいと思います。まあ、普通は2って考えますけれども、まあ、テテクス東京では11だよって言ってますけれども、どうでしょうね。あるいは1並びができるのかもしれない。パラレルライブとか、パラレルパスとかができるのかもしれない。私はそうではなくて無限大なんだと思います。ジャズで使う言語っていうのは、そこから無限大の可能性が生まれるのです。我々がその時間をどのように刻んでいくか、あるいはお互いにどのように対話していくかっていうのは、無限大の可能性を生むものなんです。ジャズ特有の性質なんですけれども、私が一番気に入っている点は、まあ、世界のどこへ行っても、そして世界中の人々と、ちょっとごめんなさいね、ちょっと時間が来てしまったので、そろそろ演奏に、移りましょうかね。じゃあ非常に、デモクラティックなスタイルで、誠さんにお話しして、しましょう。で、私の方からの説明は、一つのその視点、音楽をこのように聴いたらいいよという視点についてお話ししたいと思います。我々は言語の中で、日々日常的に今即興をするわけですね。でその即興をするためにさまざまな文法だったりルールがあるわけですけれども、そこから無限大のフレーズというのを生み出すことができ、それでちゃんと通じるわけですね。そして人の心を動かすこともできるわけです。例えば明日何をお話しするかで誰も予想つかないわけですよね。でも、自分の発する言葉がちゃんとメイクセンスするっていう自覚があるわけですよね。音楽も同じなんです。ディミトリと僕はその音楽を即興で、やっていくこと、これはまあ我々の場合はジャズなんですけれども、それを生業としているわけですけれども、その時に脳内で何が、起こっているかというと、それは皆さんが言葉を使って話すそのプロセスと何ら変わりないんですね。
我々は喋るようにして音楽を奏でるわけです。そういう非常にシンプルな話なんですね。スキャットと同じようなものです。なので、今からディミトリにやってもらいますけれども、フレーズをいくつか、まあ、ギリシア調のフレーズをいくつかやってもらいますけれども、それに対して僕がいろんなアイデアを、まあ、例えば日本風のアイデアを返して、投げかけるつもりです。もしかしたらディミトリの やってることに対して、アグリーしないかもしれない、でもそこからキャッチボールが始まるので、そこからなんかいい旋律が出来上がると思います。どうぞご清聴ください。